オールバニ公爵、ロバート・スチュアートは、スコットランドの王族。スチュアート長の階祖である、スコットランド王ロバート二世の三男。ダジャクナーにロバート三世、イングランドに、打保されて、スコットランドに不在だったオイ・ジェームズ一世の在位中に摂政として、スコットランドの国政を主導した。1340年頃、後に、スコットランド王となる、ロバート二世の三男として生まれる。 母はエリザベース・ミュア。ロバート三世は同母兄にあたる。1361年にメンティス女伯爵、マーガレット・グラハムと結婚し、妻の権利でメンティス伯爵の称号を称されるようになり、父が即位した後の1371年3月30日にファイフ伯爵に除位されたが、1372年3月6日にこれを辞した。 1383年から1407年まで指揮部長官を務めた。1390年に身体障害者で病弱な兄ロバート3世が即位すると兄に代わって国政を指導するようになった。ガーディアンあるいはレフテナントと呼ばれる摂政の立場に就いた。ロバート3世の病状が幾分か回復した1394年に彼は摂政から解かれ。 国王申請が開始され、ロバート3世の長男ロスシー公、デイビッド・スチュアートが、スコットランド王国当監に任命されて主導権を握った。ロバート3世は、弟の不満を抑えるために1394年7月24日に、彼を馬ン伯爵、1398年4月28日に、オールバニ公に上位した。1401年には、 無能なロスシー公が様々な問題行動を起こして、オールバニ公の所領フォークランドのフォークランド宮殿に遊兵されることになったが、ロスシー公は1402年3月26日にそこで死去した。そのため、大位三奪を狙うオールバニ公によって、ロスシー公が恋逃がしさせられたという噂が出回った。スコットランド議会から左問を受けたが、結局ロスシー公の死は、 神の説理によるものと結論されて、公的には疑惑は晴らされた。そして事件後、オールバニコーの権力は再び高まっていった。しかし事件後も、ロスシー公暗殺疑惑は消えず、清和なロバート3世は、オールバニコーに表立って質問することはできなかったが、疑心暗鬼を強め、1406年春に散難ジェームズをオールバニコーの手の届かないところに置いておこうと、 フランスへ送った。しかしその途中に、イングランドの海賊に打破され、イングランド国王ヘンリー4世の元へ送られた。以降ジェームズ1世は1424年まで、イングランドで遊兵され続けることになり、スコットランドを不在にする。この事件もオールバニコーの大遺産脱の陰謀だったのではという噂が流れた。事件後間もない1406年4月に、ロバート3世は放御 スコットランド議会は、不在のジェームズ一世を新国王、オールバニ公を引き続き殺政と宣言した。国王不在によりオールバニ公は、以前にも、まして強力な殺政権力を手にした。国王も同然に振る舞い、自らの名を刻印した王子を用い、その文書の冒頭には、王の臣民たちへではなく、我が臣民たちへを用いた。そのためか、 イングランドとのジェームズ一世解放へ向けた交渉も積極的ではなかった。スコットランド南部を領する国内最有力貴族、ダグラス伯爵ダグラス家と協定を結び、また他の国内貴族からも支持を得るために、横領地を続々と貴族に譲ることで権力基盤を固めた。1412年には、スコットランド最初の大学であるセントアンドルーズ大学を創設した。 フランスが1408年にアビニョンの対立教皇ベネディクトゥス13世への指示を放棄したためスコットランド人学生がフランスの大学から排除される可能性がありその対策のためにベネディクトゥス13世から教書をもらって創設した大学であるまたこの創設はジョン・ウィクリフのトローラード派の活動を抑えるためでもあったまた議会を重んじ当時としては 異例の毎年1回の議会召集を行った。乱世の中にあって、スコットランドをうまく切り盛りしたため、オールバニコーは、スコットランドから受けたものより、以上のものをスコットランドに与えたと評された。貴族の横募や弟、老いの不行席に苦しみながらも、最後まで摂政としての務めを果たし、1420年9月3日に、スターリング城で死去。80歳だった。 企業方変はあるが、スコットランドを秩序ある状態に保つことができた、あまり人に代えがたい人物だった。その死後、議会は、オールバニ公の長男マードックス・スチュアートを後継の摂政に指名した。しかし、彼が継いだ頃から反オールバニ勢力が強まり、国王の帰還を求める声が強まり、イングランドも、 フランスとの連携を強めるオールバニコーよりジェームズを帰国させて王にした方が業しやすいと見て、釈放に傾き始めたので、オールバニ公釈家の権力は弱まっていった。そしてジェームズ帰国後の1425年5月に、マードックはじめオールバニ公釈家はジェームズによって、ことごとく粛清されるに至った。オールバニコーは二度結婚した。 最初は1361年にメンティス女伯爵、マーガレット・グラハムと結婚。彼女との間に以下の7人の娘と1人の息子を設けた。マーガレットは1380年に死去。ミュリエル・キースと再婚。彼女との間に以下の3子を設けた。ありがとうございます。